あ、電人ハメ今日多分見ることになりそうっすね。さあ、ダウン、火力高いぞ。さあ、ピヨピヨピヨ。歩いてく歩いてく、ピヨッタ。あ、投げ、投げ前が広い。あ、ここは霞が入って、あー、スターン。さあ、これでアブも1本取ったので1-1ですね。もう画面端から出れない太平。さあ、入れ替わって、ユリアンの火力だとまだね、まだありそうですからね。さあ、結構体力が減ってしまう。あ、ここは昇竜。あの EX タックルは今確定か。さあ、うまいですね。あっ、おっと、倒しきれない。ウェイジス抜けて、ブロ、前ダッシュブロ、肘。さあ、もう一回。どうせ置き攻めしてくんだろうっていう。さあ、読み勝ちました。はい、じゃあもやしさんとアブさんで。結構頑張ったぞ今俺。いぶきにタックルタックルは褒めて、ゲージたまんなかったけど。はいはいっていう EX ね、うん、今1本半あった、いぶき1本半あったから、1本半あったら EX すかしてどっちみちスパキャンで霞飛んでくるから、もう下がるの意味がないんだけど。なかったな、そこのジャッジできなかったな。 EX ヘッドで死んだかもみたいな微妙なジャッジができませんでした。アブさんに素直が一番って言われてる、あんまり声出す人じゃないんだけど。というわけで僕は負けました。はい、これで、はい、アブさんとマヤシさん、マヤシさんが勝てば、三つどもえというかやり直しです。石先でやり直しです。はい、はい、さあ、この組み合わせですが、お互いがある程度お互いのキャラを知ってるとなると、結構どうなんだろうな、いい勝負ぐらいには思います。削り角ですね、ブロレナイト。まあ、アブさん無類のそのユリアンキラーなので、そういう意味ではなかなかね、ユリアンがああいうしゃがみ台パンとかね、ちょっとでもユリアンが知らないことあると、その辺につけ込んですぐスタンスさせてに来るんですが、どうなるか。ダッシュ系とかね、投げとかの対応がほぼまーい。これはかくってる、維持してなかった。もう一回、そう、下手に行くとね、こういう風に抜けられるんですよ。ワンちゃん今のは前捨てしゃがみ中間とかで抜けたりはします。あー、そこだけしゃがむのはすげえ気持ちわかる。あー、やりにいったが逆せない。どうする、リプレ崩すか、崩れない。ライ流され、これがいる逆せ。あの後にやることがないです。
グラップ。そう、スイジャンコパ、これ裏に行きつつ、あー、タックル止まった。引っかかる、残るが、そう、立ち上げれんだ。これが来て、これ散らしたか、下手したら潰れます。あー、しっかり上見てる。まずはアブさん、はい、次はスタッカーベクリーなのでじゃんけんだけしといてください。さっきみたいにね、区内のところに肘ねじ込むとかってやるとユリアンが一気にチャンス広がるんですけど、普通にやるとどうしてもユリアンしてるとちょっと窮屈になりますね。そう、2発目が入らず、おお、じゃあ画面端はいませんね。いい感じに逃げつつ、これは削り角ではないが、あの位置だとイリアンかなりやることないです。最後の一発赤風呂してタックルとかならできるかもしれないけど、それで倒せたわけでもなく、なかなか厳しかった状況。さあ、アブさんリーチで、あ、これはさあ投げ、奥田誠実は引っかかってクイック取れないが、イリアンが2枚目がないのでちょっと次に行きにくかった。ちょっと出ない、いいが大丈夫か。しかしこの中足バリア、伊吹側もう行く必要全くないので、ゆっくりゆっくり試合を進めるだけ。近寄ってきたら無理をせず、あとは適度にカスミが飛んできてというシチュエーションだが、あー見てるー、 DX 風切りドセンターですね、お見事。さあ、アブさんがじゃあ A ブロック勝ち抜け、俺